広島で活動してます、スイコです。まあ結構壁取って書いたりとか、結構仕事でもいろいろ壁書くし、プライベートで貸してもらってる壁とかが結構あるんで、そういうとこでちょくちょく書いたりとかで、そういうとこで書いたらやっぱ依頼が来るから、それでまた新しい壁が増えてっていう感じですね。いや、そういうのが結構広島でもやりたいってすげえ思ってるぐらいなんで、本当東京でこういうのやってるっていうのはすごい刺激になりますね。やっぱり地方の方でも広島とかでもコンポジションの活動とかグラフィティ関係なくて、普通の人が知ってたりとかするんで、こうやって自分も東京来た時に書かせてもらえる壁があって、すごいなんか調子がいいですね。違いはかなりあるけど、とにかく養生 しないといけないとかちょっと飛んだらなんか車に散ったって文句あったりとか、かなりそれはあっちではもう地面とかももうリーガルボールとかでももうびしゃびしゃですから、結構ライターもやっぱ違うし、それは国によってまた違うし、スルム仲間によって違うから何とも言えないけど、まあ、日本と海外違いはやっぱあるんですね。とにかく俺は壁を増やして、なんか街にそういうなんか鮮やかな、別にグラフィティだけじゃなくてもいいんだけど、そういうなんだろうな、ただグレーな壁とかじゃなくて、なんかとにかく派手にしていきたい。